蓄光体。左可視効果、中 UV 効果での発光、右暗所での残光蓄光とは、光を蓄えて、光照射を止めても発光する物質の正常を言う。なお、蓄光性を持つ物質が暗所で発光する際の、光を、輪光を言う。この発光の明るさを輪光気度で示す。一般的に蓄光塗料、夜光塗料とも呼ばれる。名所での硫化炎とアルミン酸ストロンチウム。 硫化塩とアルミン酸ストロンチウムの暗所での残光2016年現在の日本ではアルミン酸ストロンチウムを主体とする製品が主流であり科学的に安全である。通常、無色に近い乳白色を成している。1900年代初頭、時計の文字盤や景気盤などの夜間詩人を可能にする夜光塗料が発明された。材料には初期には自発光物質である。 硫化塩と銅を含む顔料に放射性物質のラジウムを加えたラジウムや光塗料が用いられた。自発光物質とは放射性物質を応用し放射線により持続的に蛍光物質を光らせるものである。だが放射性物質を含むことから安全性に問題があった。代表例としては軍用の腕時計及び精密機器メーカーのパネライが開発した。 ラジオミールが挙げられる。これは、シューカラジウム、メソトリウム、リューカーを用いたものであった。1910年から20年代、アメリカの時計工場で地震に自発光物質の塗料を塗る作業をしていた女子工員は、使用する筆の筆先を整えるのに舌で舐めたり、唇に挟んで拭っていた。しばらくすると、彼女たちの口内や化学骨に癌が多発するようになり、 社会問題に発展した。当時は放射性物質の危険性が明らかになっておらず、ラジウムを含んだ塗料を舐めることで放射性物質を高校に摂取してしまっていたのである。現在、この時代に使われた夜光塗料は、ラジウムなどの放射性物質が崩壊して減少しているため、夜光塗料としてはほとんど用をなさない。その後も1954年に、 ビキニ干渉での水爆実験で死の灰を浴びた第五伏流丸事件が起き放射線の安全性が問われるようになった。それらの経緯から1960年に日本の根本特殊化学がより安全なプロミチウム化合物を使った野光塗料 N 発酵の開発に成功した。この N 発酵は国内の野光塗料のシェアをほぼ独占した。その他トリチウムを含んだ 夜光塗料が欧米では用いられた。1990年代になると地球環境の保全を訴える声が以前にも増して強まったことをきっかけとして、時計業界では放射性物質が含まれる自発光物質を使った塗料の使用が世界中で中止された。1993年には日本でやはり根本特殊化学が放射性物質を含まない。 アルミン酸ストロンチウム系の蓄光物質を開発した。アルミン酸ストロンチウム系光体による N 夜光と呼ばれるもので、従来の硫化塩系系光体よりも残光輝度が10倍高く、残光時間も10倍長い。以後の時計のダイヤルには蓄光物質のみを使った夜光塗料や自発光物質を小型ガラスチューブに封入したものが使用されている。2010年代になると、 それまでの蓄光顔料の弱点であった耐水性を克服した蓄光顔料が開発された。LTI 株式会社が開発した高輝度 PLC 顔料 α ベガと呼ばれるものは耐水性の強化と同時に従来顔料の輪光輝度も上昇する製法で蓄光材料の用途がさらに広がり屋外でも蓄光製品が使用できるようになった。蓄光ラベル1950年製のラジオ 現在は蓄光物質のものに置き換わっている。時計の文字盤や景気盤等に使用されるほか、近年ではキーホルダー、アクセサリー、マニキュア等のファッションに使用される。また、ニューヨークでの9.11テロ等において避難経路を示すことの重要性が高まったことからも、電源や配線配管を必要としない蓄光が注目を集めている。日本国内では、いち早く、 横浜市交通局が地下鉄のプラットフォームやコンコースで地区公式の避難誘導板を設置し、その後東京都が火災予防条例で地下駅を保有するすべての鉄道事業者に実効性を持った明示物を設置することを定めた。地震や台風等の災害時に発生する停電によるブラックアウトに際し電源を必要とせずに発行する地区公は 非常に有効な手段であると考えられ、広域避難場所や津波避難場所等の表示に蓄光を採用する動きが多くなってきている。過去の蓄光岩料には耐水性がなく屋外の使用が難しいとされてきたが、現在では蓄光岩料の粒子をガラスや高分子樹脂の被膜でコーティングする技術が開発され、屋内のみならず屋外でも使用される例も増えてきている。 蓄光含料の世界シェアは日本企業が高いシェア率を獲得しているライセンス生産を含む総務省消防庁では2006年3月に国示の改正を行い高規度蓄光式避難誘導標識の定義を定めた経済産業省が主催する平成18年度賞エネ対象省エネルギーセンター会長賞でも蓄光製品が取り上げられており 当省の2007年度指針や資源エネルギー調等の資料でも蓄光が省エネ CO2 対策の有効な手段であることが示されており社会的認知が進んでいる2016年には JISZ-9098 災害種別避難誘導標識システムが制定され南海トラフ地震やオリンピックパラリンピック東京大会も見据えた 減災対策の中で蓄光製品の需要がますます拡大している。2011年3月11日に発生した東日本大震災以降、特に沿岸部の津波避難対策として蓄光機能付きの避難標識を設置する自治体が増加した。夜間でも標識の表示面が自発行するため迅速な避難を可能とする目的で設置される。洪水や土石流、 崖崩れ、地滑り等の災害時にも避難対策として活用されている。電力を使用しないことから断線や漏電による機能停止のリスクがなく、災害種別避難誘導標識システム JIS9098 においても暗闇対策の主な材料とされている。ありがとうございます。